こんにちは、砂川でたっぷりちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。え、当たらないこれでもちょっと左とか行ったら当たるんだね。本当にど真ん中だと当たらないんだ。え、当たらねえのこれ。当たんねえのあ、でもこれはまあなんか一番上なら当たんなさそうなね気はするよね。え、おお、ていうかさ、あの最初上からこう下に流れるやつは当たらないんだね。音符からこう出てきて下に流れていったやつをマリオは華麗にスルーしたよね。B プラス下押すだけ足すみたいなことをするイケメンのマリオ。おっと、おー、かっけー確かにかっけー、すごい。まるでタスジャンをやったようなそんな感じになりますね。スピラン風のハンジドキープ、右 YB 了解。あー、すげー本当だ、スピランみたい。タンタン、サンガリ、合わないんだね。あ、すげえ、これすごいね。おお、ギリギリセーフ。当たんない、当たんない、当たんない。音符でかわす。音符でかわす。かぶってパフ。どん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 。倒す、倒す、倒す。ティーヨシザウルス、ムンチャクパス。ゴール。すげえ、これ。これ、スピランでできるかな。ちょっとやってみましょうか。これ反逆するとボム兵のところがうまくいかないですね。ピョンピョンピョンっていってヒップでキャンセルして、ここで下に落ちちゃうじゃん。だからこいつになるじゃん、自動的に。ちょっと耐えるしかないのかな、こんな感じで。オッケー。でもこっちの方が遅いっつーな遅いじゃん、逆に意味ねえじゃん、遅かったら。あとはもうここ自動でこういくぐらいですよね。これぐらいっすよ、早くやるっつったら。でもこれ多分普通に行った方が早いもん。はい、ツイッターでいただいたステージです。テレサのお化け屋敷、3月19日にいただいたコースです。じゃあやってみましょう。どんな感じっすかねあれに似てんな、レトルトさんのあのコースにそっくりだなこれ最初ね、早いんだよね。そうだよね、ドアにも入れますよ。あ、厄介、非常に厄介。スピン出なかったか、入れないですねクッパの上にクッパが、正確にはバウザーの上にクッパがだけど日本語表記だとね、狂うよね、ちょっとね。これ入るのでいいんですね。OK。素晴らしいヒップドロップとキャンセルだったね、タイミング的に。待って待って。こっちかな？あ、当たったか！かわしてると思ったんだけどな。乗っかって。このまま乗ったまんまで大丈夫そうですね。OK。これに入って。まずは中間。倒す。おー、ティーヨシザウルスムンチャクッパス。さらに10ゲームに、10ゲームの雲をいただきまして、勝ちゲーかなこれは。もう、負ける要素がむしろ、ないんだけど。おお。速さでも負けない。危ねえ。来ちゃった、来ちゃった。あれ？こっちじゃない？こっち？オッケー。ドア入って、ここに来ました。最初の下だね。何も隠れてないっすよ。ティーヨシがいると結構無茶できるんでね、こんな感じで。え？あ、コイン飲み込んじゃった。最悪。
あ、でもなんか中間あるからこっちで合ってんの。え、ちげえんかい。あぶね。うわ、きつくね、これ。ダメダメダメ。あー、死んだ。ここはなんもない。じゃあ上行きますよ。多分適当に突っ込んでっても大丈夫。テレスはね、食えないんですよね。まあ実体ないからな。いや、あるんだけどさ。おうおう。ちょっと上にはいけないですね。コイン飲み込んじゃうから気をつけないとな。オッケー。こっちは何すか、じゃあ。あ、外れらしい。でも一応死ぬわけじゃないんだね。ここに繋がって、そこに出てくるのか。じゃあここに入ればいいんだね。で、持ってこっからですね。オッケー。こいつが厄介だったんで。踏んで。踏んで。入れませんね。ということはドアで合ってますね。あ、そっか。もうジャンプしなくていいんだ。まあ、するんだけど。降ります。まずは降りる。あのクッパを戻してきて。やばい。オッケー。ティーオスゲットしつつ、ここで解除かな？ん？オッケー。ちょっと行き方が違うと思うけど、これで合ってますね。ごめんよ、ティーオス。上にいたよね。いたよね。そうだよね。一旦引き寄せま、あー、なんか違うの来ちゃった。やばい。やばいやばい。プロペラ取られた。まずいかも。嫌な予感すんな。プロペラ取られるって結構やばそうだよね。とりあえず、安全に行きましょうか、ここは。ちびっこになるよりはいいでしょう。はぁ、届け！届かなかった。まずいかも。非常にまずいかも。あそこにトゲを置かなくてもいいでしょ、別に。当たっちまったか、ダメだったか。まあ、しょうがないですね。これ、ちょっと待つのめんどくさいっすよね。突っ込んでいっちゃいましょうか。こういった方が、うわぁ、普通にいけた。倒します。オーバー、オッケー。オッケー。右ですね。餅が急に出てくるから気をつけて。うわぁ、これ厄介だな。うわぁ、わぁ、わぁ。当たるね、これ当たるよね。間抜けて、神！オッケー！神がいた、ここに。オッケー。よーし。じゃあこれラストでいきましょう。ちょっとやってみて。ミーがさ、40代くらいになったら、関西にいそうなおばちゃんな感じのミーですね。パパパパパパ。アポン。やったぜ。おぶねえ。オッケー。じゃあこれ入りましょう。こいつ欲しいですね。オッケー。これゲットできたのオッケー。課長がなんか、収まってますね。はっはっはー。ここでジュニアになったか。でもこれ、あ、道ができたよ？マジで？ちょっと想定外なクリア法ですけど。クラウンってローラーついてるんですね。知らなかった。最後まで動画見てくれてありがとう。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。